はい、皆さんこんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、中級者、限定の動画です。前編後編に分かれてまして、前編の今回はオーグメントコード、そしてホールトーンスケール、この2つをかっこよく弾いてやろうじゃないかという動画です。それで後編はディミニッシュスケールについてちょっと語っていきたいと思います。じゃあ早速ですね、簡単に理論の方を語っていきましょう。オーグメントコードって何なのっていうことでですね、早速この写真見てください。A プラスって書いてありますね。 A プラス、このプラスをオーグメントと呼ぶんですけれども、AUG と表記することもできます。どっちも A、 オーグメントコードです。それで、普通のトライアント、メジャートライアントですね、 A、 C シャープ、 E、それの5度の E の音を半音上げて F にしているということですね。なのでこういう、コードになります。でこの写真を見てください。トゥニジアはね、皆さんご存知の通り D マイナーの調です。なので常に理論的には5度上のコード、具体的に言うと A ドミナント7コードが常に鳴り響いているというふうに考えるのが一般的な考え方です。でその A ドミナント7をですね、オーグメントに変えてしまうということでですね、 A オーグメントコードがずっと曲を通して鳴り響いているというのが基本的な理論の考え方です。でオーグメントコードってこういう響きがします。2オクターブいきますね。じゃあ次の写真を見てみましょう。これがですね、ホールトーンスケールといってですね、すべて、音と音の間隔が全音で出来上がってるですね。でこういう響きです。はい、じゃあ次にね、これを音源に合わせて練習してみましょう。いろんなパターンでね、練習してみます。まずはですね、オーグメントコード、アスディセンド、アッセンド、こんな感じ。1,2,3。 はい、次にね、ホールトーンをディセンド、アッセンド、こんな感じ。はい、じゃあ今のをね、ジグザグに降りてジグザグに登る、こんな感じ。もうちょっと複雑なアルペジオ的なものにしてやってみます。例えばこんな感じ。 1,2,3。 こんな風にパターンをね、無限に自分でいろいろ決めて練習できるので、そしたらね、今のアドリブのあちこちに入れて演奏してみます。いきますよ。若干ね、演奏は荒かったんですけれども、まあこんな感じでね、こんな風に自由にね、弾ける2つの要素なのでね、皆さんもぜひ練習してみてください。それでですね、次回の動画では、ディミニッシュというまたね、ちょっと違う、ものをね、語りたいと思います。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。